はい、新年度が始まりました。今月から新たに野菜作りを始められる方が増えてきました。私も今回新たな挑戦を始めようと思います。その挑戦とはこちらです。はい、もう一区画菜園を増やしました。現在の区画が少々手狭になってきたので空きがないかなと思ってたんですけど、この半年ぐらい野菜作ってない区画があったので思い切って契約しました。これから一から土作りが始まります。はい、一から土作りを始めるということで、今回このビデオでは初めて家庭菜園を借りたけど何から手をつければいいかわからない方がいると思います。今日はね、そういう方々のために家庭菜園に来て初めてするべきこと順番にね、ご紹介したいと思います。まず初めて家庭菜園に来たとしてですね、するべきことその1、まあ、当たり前ですけど菜園の状態を確認しましょう。何を確認するかですけど、雑草の生え具合、あと前任者が作った畝のあるなし、あと木の根っことかの残差物で、今ちょうど正午なんですけど日当たりの方も確認しておきます。この区画のどれくらいのあたりまで日が当たるか、そういうことも確認しましょう。で、自分の区画をざーっと確認したらするべきこと2つ目なんですけど、ご自分の区画の周辺の他の人の区画も確認してみます。同じような環境でどういう野菜が育っているか、あと畝の配置、排水路の位置も参考になります。例えばこちらの区画はネギを栽培してますね。ということは同じような環境のご自分の区画でもネギが育つことができるということです。こちらの区画は立派なほうれん草が育ってますね。ということは自分の区画でもこんな立派なほうれん草が育つかもしれないという気分になります。こちらはイチゴ作ってますね。イチゴちょっと難しいんで僕は手出さないんですけど、次に畝の配置に関してですけども、これ動画の手前が北、奥が南になります。で、ほとんどの方が東西に畝を伸ばしてます。これちゃんと意味があるんですね。これ太陽に対して畝が正対になります。そうすると日光がね、まんべんなく当たります。はい、じゃあ自分の菜園に戻ってきたんで、これからするべきことを決めていきます。ちょっと土の状態を見るんですけど、やっぱり長いことほっとかれてたので硬いですね。で、これ雑草もかなり生えてるんで抜かないといけません。ちょっとこの状態ではね、このまま苗を植えても育つことはないと思います。ではまず3つのことから始めたいと思います。1つ目、天地返しで、2つ目雑草残差物の除去、3つ目土作りの下準備、以上3つをやっていきます。はい、使用する道具はこちらです。3本具は角型スコップ、あとこれ毎度おなじみの酸度計です。天地返しの後酸度を測って、使う石灰の種類と量を決めます。で、石灰なんですけど、一応有機石灰と苦土石灰両方用意した方がいいと思います。使い分けるんでね。はい、それでは早速展示開始から始めます。で、初めて家庭菜園される方におすすめなんですけども、これ作業の時間をね、ちょっと計測した方がいいと思います。どんな作業をどれぐらいの時間で自分はできるのか、そういうことを把握することによって、特に休日しかまとまった時間の取れないサラリーマンの方々には作業のスケジュールを立てやすくなります。はい、まず天地返しをする下準備をします。前の方が残していった古い畝を崩してある程度土をならしていきます。
次に角型スコップで天地返しをしていきます。長い間放置されてしまっているので、なるべく深く掘り返しましょう。はい、まず一つ目の作業、天地返しが終わりました。で、天地返しをするとね、こうやってかなり成長した雑草も掘り起こされます。ですので、こういうやつはすぐに除去しましょう。これ前の人が残していったんだけど、これニラっぽいですね。見た目はニラなんだけど、ちょっと匂い嗅いでみよう。あ、これニラです。間違いない、ニラの匂いがします。これ前の人が残していったんでしょうね。これは捨てるのはもったいないので、ちょっと植え替えて育ててみようと思います。次は土作りの準備のために土の酸度を計測します。はい、水をまず撒いて酸度計を突き刺して、計測まで 2,30 分、待ちましょう。で、計測してる間に、この残されていたニラをちょっと掘り起こしてみます。結構しっかりした株ですね。こういうのホームセンターで売ってますよ。これは捨てるのもったいないな。植え替えたらちゃんと育つので、後で植え替えようと思います。そろそろ30分経つんですけど、酸性度はどうでしょう。pH が 6.5、 弱アルカリ性という感じですね。長い間家庭菜園を放っておくと、大抵もう少し pH5 とか酸性に触れるんですけども、アルカリ性を好むニラを育ててたぐらいだから、ひょっとしたら石灰いっぱい撒いてたかもしれないですね。はい、土の酸度はね、複数地点で計測してみます。で、計測してる間に今度は天地返しした後のこの土の塊をね、これ砕いていきます。はい、土を砕いていくにはこの三本グワ、これをね、使って砕いていきます。これ砕くことによって、後で石灰をまくんですけども、混ざりやすくなりますんで。はい、かなり土が細かくなりました。で、ちょうど 2,30 分経ったので酸性度を測ってみます。はい、ここも pH 6.5 を指してますね。やっぱりこの区画は弱アルカリ性っていう感じですね。これぐらいの酸性度なら
夏野菜のキュウリ、ナス、トマトを育てるにはまあまあいい感じだと思います。ただジャガイモにはちょっとアルカリ性が強すぎますね。ジャガイモはやっぱもう少し酸性の強い pH5.5 ぐらいが適度だと思います。この菜園が弱アルカリ性だと分かったので、使用する石灰を最初の苦土石灰から有機石灰に切り替えます。効き目の強い苦土石灰使うと土がさらにアルカリ性に進んじゃうのでやめます。一方有機石灰はね、たくさん使っても土の酸性度にあんまり影響を与えません。有機石灰はね、土の酸性度を調整するというよりも土にカルシウムを補充するために使用します。どれぐらいの量有機石灰を使用するかというと、ここに書いてあるように1坪あたり 500g、握り拳10個分ぐらいですね。この菜園は4m×6m、 24平米、約7坪あります。つまり7坪 ×500g で 3500g、 握り拳70回分の有機石灰をまきます。本日は区画の半分だけ、つまり 1750g、 握り拳35回分を土に混ぜていきます。はい、では3本グワを使って土と石灰を混ぜていきます。結構しんどいですけど、ちょっと頑張りましょう。いやー、手作業なので疲れてきました。まあ、ミニ耕運機欲しいな。はい、土作りの下準備最後の作業、表面に出てきた雑草や根っこ、石を冷気で除去していきます。頑張りましょう。あー、やっと終わった。あー、疲れた。はい、これでとりあえず区画の半分 3.5 平米の土作りの準備ができました。で、1週間後ね、堆肥と肥料を混ぜて、本格的に畝作りをしようと思います。で、今回ちょっとね半分でやめちゃったんですけども、理由がですね、もう疲れた、非常に疲れました。やっぱり機械使わないで手作業なんで、これぐらいが限界ですね。はい、この動画でご紹介した作業時間は合計2時間25分です。今後家庭菜園のスケジュールを組む時の参考にしましょう。こういう土作りがね、一番家庭菜園の作業の中で時間を取る作業だと思います。で、この動画をご覧になっている方の中には、休日しかまとまった時間の取れないサラリーマンの方もおられると思いますん で、これからいろんな作業の時間を把握してスケジュールを有効に立ててください。で、最後にこれ大事なことなんですけど、絶対無理しないでください。普段やり慣れてないこういう野良仕事っていうのは、使ったことない筋肉使うんで本当に疲れます。特に腰とか痛めやすくなりますんで、必ず柔軟体操をして、 あと熱中症対策は絶対してください。水分とってくださいね。無理せず楽しく家庭菜園を楽しんでください。